で、はい、ゲロゲロけれども、うん、いいですね、買いに行こう自分は発想でポンと出してそれをどん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 後の人が成り立たせてきました。2番目です。そか、ハズレとか全く気にしないでください。で、ふかちゃん何してんのって言って喋りながらやったらどうなるかっていうのをバーって伝える。そしてその後の10分でじゃあ今起きたことを順番にやってみて、そしてそれをお芝居にしていきましょう。ここでやってることでやってる側ももっともっと ああいう形で子どもたちの生活ぶりを劇にして出しちゃうみたいなことで、さっきも違ってお伝えしたらすごいワークだなって。本当がその音が嫌な子もいるし、1たす1は2じゃないんです。50年前の終始にあって男の教育と今子どもたちが生きてる現代社会とニーズが全然違うねん。やってる人が面白くなきゃならないという観点でやらなきゃならないということは全くない。